ここトラックの抜け道だからね。そうなの、ね、そう。ここは怖ですよ。トラックさんはね、慣れとるかもしれんけど。こっちは怖いよね。怖い。ああ、意外と急遽撮ってるから棒がないんでキツキツです。タイヤを頼みに行くの？あの車が変わったからそのまま行ければいいけど、タイヤもだいぶなんていうの、弱くなっとる。うん。だから買い替えなのかみたいな。まあ、軽だからよっぽどね。うん。安いから。何食ってんすか。うわ、アゴシンがやばい。下から撮ってるからね。きつい、きつい。車のここら辺セットできんか。ね。ね。でも車傷つけたくないんだよね。うん。なんかそういうのがあるのかな。うん、あやっぱ棒がないときつい。アゴシもやばい。グラグラ揺れる。最悪声だけでいいんじゃない。お休み前のはんなりタイムみたいな。映像を見なくても見てもらえるようなラジオ感覚で。ラジオ感覚。途中で音楽流したり、お便りコーナーあったり。地震が来る時にち体調悪くなったりしとった時も、ワンコちゃん泣いとったんやって。うん、なんかある。だからちいちいが体調不良とかそういうなんかなる時と、うん、ワンコちゃんが泣く時って結構似とるなと思って。でっかいワンコおるんだよね。ちょっと毛並みがあれなんだけど。なんか感じ取ってんのか。でも時期的にハロウィンだからさ、あんまよろしくないな。よくいっぱい来てるよね。お盆と違うからね、うん、であとお守りも制作してるからさ、まあ ためためして置いとるけど、一応ね、その箱自体にも結界かけてさ、うん、漏れないようにしてるんだけど、してても寄ってくるかもね。うん、寄ってくるかもしれない。強すぎるからね、うん、強いのをまとめとるからさ。この時期に作るもんじゃねえか、やっぱ。あんまりにもね、影響があると。近寄ったら近寄ったで、消滅していくばっかなんだけどさ。でもね、力は使っちゃうやん。あ、でも結界かけとるからいいか。かけとるから、うん、入ることはできない。うん、入れてもその無害なもの、うん、無害でもいきなりさ、霊体が通ってくるとびっくりするで。まあ、そうだよね。いるはずがないのにね、人は。でもこの間ライブ終わった後、わらしちゃんがさ、こたつの下から覗いとったよね。あれ分かっとるからいいけど、分かってなかったら怖いよ。怖いよ。羽織るけどさ、上着がモコモコすぎるとかさ、で中半袖やん。
ちょうどいい。ちょうどいいけど脱いだら寒いやん。なあなあ、寒かったら着ればいい。うん、バターもマーガリンも高級品なんで俺には。マーガリンないやろ。マーガリンもないよ、うん、お父さんがジャム使うでジャムがあるけど、うん、あるけど使わない。もうそのまんま。もうひどい時なんかさ1日1食食パン1枚っていうのを2年ぐらい続いとった時。マジで？そうだよ。だってそんだけ厳しかったの、うん、生活が。ご飯炊くと何電気代もかかるで、バターマーガリンなんてもったいない、ジャムなんて持ってのほかで、5枚切りか6枚切りのやつが安いとこやと80円ぐらいないで、うん、消費税でも100円ないで、だから2日で200円ぐらいの食費とかで、ね、普通にそういうことやっとって俺は、うん、その時は家のお金も取ったけど、そのじいさんのさ、医者料とかさ、他のものとかさ、医者料？あ、医者とか病院とかね、税金とかね、お金、医者料ってなんか、なんかそんなことやってないから。で、仮にもうちの家がさ、大きいもんで、昔のね、もっと他のところにも土地があった時もあったもんでさ、うん、その税金とかね、騙し取られとんだけど、結局親族に親族見とるかな、これまたおらんよ、またおらんし、うん、指打つつ指打つつ、うん、もう本当に関わりたくない親族と、どんだけ俺我慢しとったことかって。アンチで暗いのに、憂鬱の暗い話したくない。なんかハッピーなお話ください。ハッピーハッピーは幸せ、幸せ、幸せ、嬉しい、ハッピー。幸せとは、幸せとは幻。何？違う。名言を期待したところで。だって幸せなんてさ、人の数だけあるじゃん。不幸もさ、人の数だけあるじゃん。だから幸せなんていう言葉でくくるなんてどうなんだろうって。確かによくさ、幸せになりたいです、どうしたらいいですかとかさ、あるじゃん。うん、あるね。でもそう思う人ほど幸せにはなれない。些細なことが実は幸せなんだって、人から見たら。でも本人がそれじゃ幸せのバロメーターまで達してないだけね。うん、今のさ、人から見たらおそらく車乗っておしゃべりしながらこうやって缶コーヒー飲んで、ね、で安い何にもベーグル食べてる、一つ100円の、人から見ればこれでも幸せなんだろうねって。いや幸せだよ、一応幸せだ、噛み締めとる幸せ、幸せよ、物理的にもベーグルベーグル幸せとは、幸せになりたいっていうのは人それぞれ、明確に幸せって思える人の方が少ないって。
るこれ幸せについて、うん、だけどなんかやめたんだよね。やめたんだっけ。車の中で喋っとって聞こえづらいとかさ、なんかでやめた。これも聞こえづらい。またまたお蔵入り。お蔵入り。迷惑な話さ、そのアンチみたいにさ、人をけなしてバーバー言ってさ、反応があった、それを幸せと感じるやつだとおるんやろ。醜いわ。だってそういうことやろ。人の優越感に立った瞬間が幸せを感じる人もおるやん。人を手助けしてさ、自分がどうなろうが助けた人助けるやんか、手を差し伸べてさ、それを幸せと感じる人もいるじゃん。だから幸せとは難しいんやて。でも不幸ってのはもう人それぞれだけど大概決まってるっていう。人生命に関わること。どっかであったなそんな話。またパクリとか言われると嫌だよ、やめとこ。何、うん、今思い出した言葉があったんだけど、それを使われたタイトルがあったなと思ってさ、言うとパクリだなと思って。いらない。うん、物理的な攻撃とかさ、損傷怪我とかさ、そういうのも当然死に至るんだけど、心の病ってのも死に至る病だよ、うん、病病気って言うとちょっとやね、病って言うとあれかもしんないけど、心の病気、ストレス、トラウマ、一番治りにくいと思うけどね。だからなんで暗い話なの。え、暗いか。暗くない？重くない？でもトラウマ改善できない人は朝どんだけでもいると思う。どんだけでも諦めたらダメだしね。それにさ、私はもうダメなんだダメなんだじゃなくって、ダメな私を、ダメな自分を認めてからないと。それで初めてスタートラインに足をかけるの。どうせ私なんか、僕なんか、俺なんか、そんなのはどうでもいいけど、後回し。まずそこを認めいって、弱いのは弱いんやで。本当にそう。初めから強いやつなんておらへんねんて。弱さを知って、痛みを知って、それを克服して強くなっていく。誰しもいきなり強いわけじゃないんで。はい、ゆうちゃんが転がってます。K だったから横向きにできなかったんだよね、広さ的に。よくさ、コメントでいただいてるけどさ、俺の声がイケボとか言うけど全然自覚はないけど、いろんな声が出るしね。でもこれが地声だけどね、作ってないから。なんかさ、最近うちがハマっとる動画の中、ビンタンさんっていうね、お二人の動画があるんだけど、ヘビーローテーションしてるよね、ダーって。そう、ずっとそれしか見れないんだけど。1日10時間ぐらい。10時間だってつけっぱにしとるやん、暇な時っていうか、うん、つけっぱなしにしとる。なんか聞いてなくても癒されるというかさ。目指せ赤ビンタ。なんか地声、その今はあの男性と一緒に暮らしてて、結婚してんのかな。結婚しましたとか。ああ、そうやそうや、しましたって言ったら俺の方が見とるやん。あの入籍の日の動画も見たわ、そういうの。で、その一人暮らししとった時、その女性の方の声がその今と違うみたいな、いう意見がすごいあって、どっちが本当なんですかとかさ。で、なんかどっちもじゃないと思ってさ。今の状態はその心許せる人がおるもんでテンション上がっとるんやて。
だからちょっとウキウキするような毎日送っとるから声が高くなる。そんなん誰でもじゃないと思っちゃった。ヘイもしもしってやつやで。それで変わらへんって。ヘイヘイヘイ。芸人さんでおらんかった？生かたまにで。どうだっけ？スーパーの。スーパー？スーパー百貨店の迷子センター。ああ、いやあれ芸人さんなの？芸人さんじゃない、普通の人だな。普通の人やな。高橋ってやつ。あれ面白いよね。うまいなと思ってさ。迷子センターのやつ。迷子センターのやつ、そう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 。浮本さんちってやつ確か。まあ作ればなんだろうけど、俺作るのめんどくさいから、うん、今みたいに作ろうと思えば作れるよ。うん、でも普段はもう。もうライブで言ってくれば、ね、見てくだされば、うん、あれが普通の声で、うん、ライブがまあ通常だよね、うん、ね、子猫みたいな声出したりするしね俺が。ね、うん、隠れてふぅふぅ地声じゃないのかもしれんけど、うん、なんか地声ってなんだろうと思っちゃった。なんか人前とかさ、好きな人の前で声が上がる、うん、それも地声っちゃ地声じゃないっていう、うん、素の姿じゃん、それが甘えた姿、まあ、声というか素の感情といった方が正しいのかな。感情ね、感情が先なんだよね、うん、で肉体が引きずられて、うん、その声帯の太さが変わって声が変わる、うん、地声っていう定義でやるんだったら、そのリラックスした状態が地声なんかなっていう、感情がフリーな状態。それでも喉がやばいです。たまにさコンビニとか行って落ちボイスとか出すよね、渋い声とか。あ、真似しとってん、この間。ね、ピーピーをあのちょっと払わんとかんくなって入れた時にね、声が変わったんか、なんか音だけだったのが変わったもんで、ちょっと声真似をしてみたっていう。ああいうの乗せんとかんの、うん、やらなかった、とっさに出るからね、俺。まあそうなんだよね、そういう人ってそうよ。考えてやんないから俺。扱えるようになったら声優デビューや。なんか後ろコロ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 、うん、コロ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 大丈夫大丈夫、安全運転すれば大丈夫。無理やろこれは。俺缶とかいろんなもん持ってるから抑えれないんやで。それかあれをやる、シリーズ的に愛知の口パクに俺が声を合わせる、それかその逆をやるとか。それ赤ビンタンさんやだからやってみる。それ昔からあるんだけどね、いろんなとこで。すごかった。
それができないから陰険ないじめになってるって、うん、俺に対してはもうテーブルない、テーブルじゃないわ、机ない、靴がない、教科書ないなんて当たり前だったね。で、時代的にどうなんかな、学校行くとさ、うちらは制服で登校して学校でジャージで着替える、うん、でまあさすがに学校で着替えるのさ恥ずかしいっていう世代もおるやん、まあ、女子だと特に、うん、そうすると中に着とって脱ぐっていうのが定番で、ジャージで学校で過ごすっていうのが当たり前だったんだ。もうジャージすらさ俺着られたり汚されたりしとったから、もう嫌だから制服着てて制服で帰ってったから、ね、そうなるよ。で先生に怒られたりしとったけど、怒られたって仕方ないじゃん、もうしゃあないやん。で卒業アルバムか撮るときに結局上着がボロボロになって使えなくて撮影もできなくなって、その卒業生の先生の知り合いかなんかにわざわざ制服を借りてきたから、大きい人っていうのはもともとが俺サイズがないもんでさ、そこまでされたんや、特注になるよね。いや全員さ、あんまり好きな言葉じゃないんだけどさ、なんかイラッとするで、あの言葉ふんってお肉のあー、ね、ミスるぞって、そうやるともやれるんやぞっつね、うん、でもやったってさ何にも変わんないじゃん、うん、むしろ自分がさ落ちてくんじゃないけど、その人生積むから、そう属者一人だとおとなしいね。なるべくさ喧嘩しないようにしないようにするのにぶられるって、そんな俺売っとるかなと思って。まあ確かに売られた喧嘩は買っとるけどね、俺を倒せば有名になるみたいなのがあってさ、しかもさ、やり返さんければさずっと続くやん、で殺されるやん、そう、いつか殺されるやん。今もそうだけどさ、昔はもっとひどくてさ、カバンにさバタフライナイフとか平気で入っとるやんて、刺されてからじゃ遅い、どうのこうのあるけどさ、なんか、まあ、自分はそういう、あんま、まあ、時代も時代まあそういうのはなかったし、まあ、不良はおったよ、だけどもしそういう危ない目にあって誰か身内とかさ殺されたとするやん、身内が、したら法律なんかどうでもいいから殺しに行くと思う、それは。そうやって、それを法律だからとかさ、そういう理由で動かないとかさ、まあ動かない人の方が多いのかもしんないけど、俺は我慢できない、無理やち、あとそれぐらいの気持ちはあるっていう、そうだってさ、法律で守られとるやつはどんだけだもの、うん、飲酒運転でお釜掘ってさ家族一遍に殺してさ、たった 2,3 年で出てきたやつがおるんだよ、うん、で、あの世論、日本っていうか世間的な意見で軽すぎる、飲酒をしてお釜掘って家族4人殺して高速道路でね、それからやっと飲酒運転に関して刑罰が深くなった、うん、今までは危険致死運転で懲役何年かちょっと詳しいの忘れちゃったけど軽かったんやて、うん、今一発目でやんか、でも人殺しとったって車で運転で人殺したやんか、無期懲役とかにならないか、うん、だって凶器に乗って飲酒して人跳ねるんだよ、アウトやろ、普通から考えるアウトやろって、なんで人が死ななきゃさそう変わらないのかな、それでも結局軽い、軽いね、海外から日本のことなんて言われてるか知ってる、犯罪天国、
よっぽどのことじゃない限り無所に入らないし、入っても数年で出てこれるしって軽すぎるって日本の刑罰は。どうせまた同じことやるのに。もうなんていうの、もういろんな人を見てる、やっぱ俺は過去現在ね。でオーラに関してもそのそういう関係の人を見てる、いろいろと変わらないで。自慢気に話すやつだと思ったもん。あの俺無所帰りなんだからとか言ってさ、だからですね。何が自慢なのって言って人に迷惑かけといて、そう何年いたんだわとか言って、へえそれでって。で多分そいつは俺がビビるのを期待しとったやろ。みんなそうやって言えばビビっとったやろ。あ、近寄らんくなったりさ、まあ、近寄るのは嫌だよ俺も、うん、めんどくせえから、うん、だからビビらんし文句で、で何が言いたいのって言って、うん、そしたら喧嘩売られてさ、うん、お前出てきたばっかやろ、ここで喧嘩するのも俺と思ってた。じゃあそんな正論とかでも嫌で始まって、うん、もうめんどくさいもんで避けた瞬間に首つかまえてチョークスリーパーで落としてそのままお帰り願ったけど、はい、その友達同士で来とったんで、あ、帰宅、そ う, 帰宅、そうお前ら連れて帰れますって結局、そう結局変わんないんだって。でまあ忠告したのは、まあそいつらあのお前らもう友達選べよっつって、うん、まああれで俺が暴行罪になっとったらシャレにならんけどさ、まあなんかあったら俺の子もう一回来いっつっとって、それからコンクだったから懲りたやろ結構さ喧嘩自慢してんで、そいつ俺にさ、うん、話しとっていいよって。俺がさ喧嘩自慢っていうかこういう話するのはあのあれやでね、喧嘩自慢しとるんじゃなくって喧嘩売らないでって言っとることだからね。その地位の過去を話す段階でどうしてもそういう過去がある、だから話さなきゃいけない状態になった、じゃあその喧嘩は売らないでっていう流れだからね。あえて自分からあの喧嘩売らないでって単純に言っとるわけじゃなくて、過去のことを話さざるを得ないいい状況に今なってるからってことで、うん、あまりにも包み隠さずはちょっと言えないけどね、うん、そんな言ったらさ、なんかその飲酒運転でさ、うん、亡くなったとかさ、身近でおるから言えることもある、地位がその言えないこともあるし、あれだけどその辛い経験をしとる、実際それだけじゃないけどさ、その谷もさ俺の昔からずっと知っとるもんで、俺の起きてることほぼ知ってるんやて、うん、だから許せないってのでの中のコメントの中にさ、じゃあ神みたいに振る舞えるんだったらなぜその癌を治してあげないのですかって、その前にさ道しるべはしとるんやで、あいつにはどんだけでも、それを拒んで進んだのはあいつの運命だよと、どんだけでも俺は言ったんやで、言ったし行動もしたし手も差し伸べとるんやで、それでも突き進んで、そういあの単位の原理はさ結局迷惑かけたくないっていう、親友だろうが、でも俺は親友だから迷惑かけろっつって、うん、でもそれをあいつは踏み込めなかったんやて、うん、で今の状況に陥ったって。だってさ愛知と一緒にこうやってなってさ、うん、年間に、まあ、1回2回飲み会みたいになっとって、今年からもうできないけど去年の時点でもそんなにひどいと思わなかった、うん、いつも歪んどるけど疲労だと思っとった俺はずっと、うん、そのために俺言っとるやん、なんかあったら力になるとかさ、アホなことやっとるのはお前しかおらんねえですって、うん、ちゃんと承認おるんだからここに
口だけじゃないんだから。優しすぎるんだよね多分、うん、あいつはちょっと優しすぎる。あとヘタレでも自分のなんていうのやりたいことには突っ走るんだよね、無理してでも。この敵しかもさ、そのガンをさ治せる、うん、だったらとっくにやっとるって。あのそれさ、ガンというかその細胞自体をさ潰すことはできるよ、その空間ごとね。それ魂ごと潰れるからね。もしここでやったらこの現世でね、うん、治るかもしれないよ、うん、そのガン細胞っていう生物を潰すんだからもう、うん、その空間ごとね転移しないよ、うん、転移しとったらあれやけど、微妙な位置に置く、怖いな。でも絶対それをやったら来世響くからね、うん、だって大腸やろ、うん、大元が今もう全身転移しとるけど、うん、大腸のもし大腸だけだったとするやん、うん、その時に俺が潰したとするやん、うん、もし来世生まれてさ大腸がなかったらどうするの。それかもう大腸がもう機能してないとかさあるけど、そんなことがありえるんだもん、うん、魂が傷つくってそういうことだからね。この前に多分さ縁の話をしとるよね俺、うん、しとる、ね、それも魂を傷つけると変わんないんだ、うん、人の縁、縁死っていうのを切るってことは意図的にね、魂を切るってことだから、うん、魂から伸びてるつながり、それを切るんだから。まあそれは前回、前回、前々回ぐらいのはんなりで出るんでちょっと詳しく見直してください。そりゃさ、地位の力でそういうこともさできるのかなっていう話を最初しとったやん実際、うん、でも今の段階ではっていう話になったけど、神だったら治せよとかさ、そういう言い方がもうちょっと不謹慎というかさ、う許せない。よく言えたなって思う。相手にしたってしょうがないって言うけど、ムカつくもムカつくんだ、うん、簡単に言うんじゃね。一応さメッセージチェック、コメントチェックするけどさ、うん、はっきり言ったらもうしたくない。でもコメントいただかないとさ、おそらくあのティックでもユーチューブでもさ、そのおすすめとかにも上がらないの。だからいっぱいさコメントいただける方がありがたいし、いいねもいただける方がありがたい。そのアンチのコメントすらさ、それにグッとしてく人いっぱいいるやんか、不愉快だよはっきり言って。でもそれすらさ、もう生活するためには必要になっちゃってる。最近やめたいって言っとったしね。ちょっとね、いろいろと現象の記憶とかを思い出すというかさ、最近特に見るようになってさ、うん、その時期的なもんもあるかもしんないけど、うん、やっぱまあそうだよね、向こう側の力が、まあ、こういうとまだなんか宗教っぽくなんか笑いやけど、やっぱお盆の時期とかさ、そういう時期って力の質が変わるもんでさ、よくなるっていうか強くなるんよ、うん、また俺だけ映ってなかった